EU アニメラボ、よいしょ。今回です。小林裕樹です。古井松井です。浅間山下です。お願いします。アイドリッシュセブンの感想を話していきたいと思います。ありあり。今週は、無事にメジャーデビューをなんかしました。なんか曲は何曲は直前でえって書いたみたいですね。そうですね、門前に戻して、デビューはして、で、まあアルバムも発売ということで、アルバム全国ツアーが始まって、でもメッツが忙しいしっていう感じで、冠番組が決まったけど、決まったと思ったらなくなり、スポンサーが降りた頃、そうちゃんはなんか父さんっていう謎の黒塗りの父さんって黒塗りの父さんっていう発言をし、なぎくんが作曲者なのかなという発言をし、それはどうかな、なんか曲に対してはやたらおこで終わってガーテブってからガーテブファンキちゃん見たことない切れ方してたから急にキャラ変えて、なぎくんがファンに騙されトラウマを抱え、ファン嫌いだって言うけど、誰のせいにしてんの、確かにやべえファンだったから、やばかったね、ダブピン女やべえんだから、やばいやべえ女、最初からやばかったもんね。騙されるほどメンヘラとメンヘラが2人並んでた状態で、あれは、うわあれかって思ったね、あれ、いいね。でもまあみんなに諭され、なんか素直に「はい」っていう、ま、かわいいなと思います。みんなも優しいね。そうそうそう、ね、説明が下手なの分かってるからね、みんなね、バカだからね、みんなも分かってるないよ、ね。で、まあ、それで仕事をすっぽかしてしまった玉木くん、はい、で謝ろう、そうちゃんに謝ろう、そうちゃん呼んでくるよっつったら、そうちゃん倒れてるよっていうところで終わりました。ずっと顔色悪かったんだぞ、コナミ出てきたよ、コナミ。どうでした？いや、今回めちゃめちゃ好きだった。あ、面白いよね、やっぱりね、なんかね、好きだった、玉木くんの下りが大好きだった。ハジだった、そういうことすんねんね、なんかめちゃめちゃ刺さったからさ。そうなんだよね、いるんだよな、やばいファンっているんだよな。すごい、ほんと邪魔しかしないし、自分のことしか考えないやばいやつっているから、あれを見て学んで、そう、実際あ、私ダメなんだし、よし、消えようって思わないと。見る人によってはさ、あんなやべえファンいねえだろう、まず思うじゃん、ちょっと、まあね、それはあんなやべえやついねえだろう、まあ、そうそうそう、まともな人間ほんと多分そう思うのよ、あんなことするわけないって。たまに本当にやべえ人いるよなっていう、その手があったかっていう、人の話で聞いたりはするようなやばいやつ、ちょいちょいでもニュースとかになる。そうか、ニュースでもあるの。でもアイドルのファンだと結構いそうだから、そうだ、ね、結構あるあるなのではないのかな、そのそ、まあ、出待ちをやめてくださいとか言うのも、そのそう ね、俳優アイドルは聞きますよ、あんまりそう詳しい話はあえてしないですけど、うん、基本的にアイドルの事務所ってファンからの贈り物は受け付けてないとか、うん、あの小物はいいけど、そのパッケージに入ってる小物はいいけど、うん、ぬいぐるみとか食品関係は全部断ってるってことが多いです、ね、うん、まあ、食べ物はね、手作りとかはまあまあ先に NG、 チョコレートも完全に商品で未開封で、うん、だからまあもうデパート直送だけとかそういうことしてる、うん、人気どころはそうあるだろう ね、ああいうファンがいるからですね、あとはいつの間にか多分イオリとリクくんがコンビ組んでて、うん、あ、そうそう、あのピタゴラスイッチみたいな、うん、3人の美月とナギくんとヤマッシュがトリを組んでてっていう、ちょっとユニット感が、そう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 、あれ可愛いからもうちょっとちゃんとやってほしかった感はあるけど、ゲームだともうちょい掘り下げてね、カードのイベントかもしれないです。いろいろユニットあるっていう噂は聞いてるからな、こっちはアニメしかほとんど見てない。いやでもアイドルシステムはあれね、あの7人全員がそれぞれ組んだ時のシナジーがちゃんとあるのがいいっすよね。そうね、うん、なんかどの組み合わせでもいい、仲いいからみたいな、ただね、許しすぎやと思う。まあ、ジェシカっていい、ちゃんと喧嘩した方がいいと思う、時には。あ、まあ、喧嘩できるのかな、できるのかな、そういうのは割とね。言ってる方が言ってる方が言ってる時あるし、できるし、いじってるし、だいぶつっついてるから。そうそう、割とさ、なんか、いや、そこ結構、ね、繊細な部分じゃないってとこまで突っ込むから、彼は。割と、そういう意味で OK になってるとこもあるんだろうけど。言いたいことは言い合えてる感はあるけど。だから逆に許せないぐらいで。だから、そうちゃんがね、そう抱えすぎてて、言わないから。そうじゃん、大和あたりがまだちょっと出してない部分いっぱいあるなっていう。そうね。みんな本心のとこは割と、そうね。みんな謎だもんな。そうなんだよね。妹のことだったらしゃねえやってみんな言えるくらいだもんな。うん、
そこ理解力はみんなあるからね、素敵なんだよ。でもごねないんだよ人のことで。マネージャーが30分電話で謝っての見とけよっつうのもね、うん、確かにいい話よ、あれ見とけよだよね、あれは見とけよだよ、そこマネージャーがちゃんとなんか謝ってさ、そのちゃんと自分で謝る、自分でもなんか責任としてちゃんと謝れるっていうマネージャーもね、まあ仕事だからさ当然なんですけど、分身しようとするマネージャーなんだから、いや素敵よ、マネージャーで止まるのもそうだね、分かってくるかな玉君が。そんな騙されたって玉木くん怒られて終わりよ本当に。でも玉木くんもさ、なんか初期の頃はさ、うん、もうなんかずっとふてぶてしい感じしかしなかったけど、うん、ちゃんとはいごめんなさいって言えるようになった。そう心をね、そうそうだから今回すごい見直、迷惑めっちゃかけてるなって相変わらず、ね、子供らしく成長してってる状態になってるよね。そうちゃんにもね、ちゃんと言ってくんなきゃわかんないよって言えるようにもなってるし、あれは正しいことだもんね、ちゃんと言ってよ、もうちょい気遣えんかろっていうところもなくはないんだけど、言い方は相変わらず子供みたいな、走るぞは走っちゃダメだろうなってみんなが思ったと思うけど、まあね、まあまあしょうがない、まあそれも玉木くんだからしょうがないな、電車の中とかも。荷物持ってあげようかとかさ、送ってあげようかっていうさ、そうそう、玉木くんの優しさがさ、なんか可愛いなと思っちゃうよね。なんかそうだ、全部ひっくるめるとなんか許せちゃうよ。そう、悪いとこもいっぱい見えてるけど、ね、知ってるんだけどね、そう、解決策も間違えてるしな、そこじゃねえんだよなっていう、おぶるじゃなく早くタクシー捕まえて行けよっていうことそうね、あとね、その夕方まで寝かせてあげてほしいなって言って起こさないんだそうちゃんみたいなところもあるし ね、 ね一緒には移動しないんだみたいなそこはそういうのね、確かにね、ちっちゃいの気の役がそうじたら ね、 そうちゃんかな、あれなんだろうな、心を開いてないからな、そう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 、確かにね、参加するところなんかね、垣間見えましたね。なにくんが作ってるのは割と意外、作ってるかもしれないのは意外だったんだけど、なんか、うん、そう、俺もちょっと、あ、この音楽に関してさ、なにくんがずっとなんか、うん、こだわりがあるのは分かったけど、うん、そこがそのダイレクトで繋がってると、うん、なんか多分大ファンなのかなって思って、うん、そうそう、だから関係者とかはあるかもしれないと思ったけど、なぎくんがファンだった人が実は作ってるとか、そっちかなとか思って、割と本気で社長だと思ってたし、そうそうそう、あと、あのいつも一緒にいるなんだっけ、あのオープニングでこうやって中心に髪長い、髪長い、髪長い、事務所の人バッキーさんだから、あの人はただね、医療担当だから、見てよあれを社長かどうかもまだ分かってねえんだから、本編で毎回いたらそれはそれで話題になるでしょ、いい加減毎回いるでしょ、でもオープニング、オープニング、まあね、社長もちょっとやっぱ言えるな、本編で現場ついてきたら、おいお前っていい加減新しい曲だって言ってやっぱ出してるのが社長だからね、もしかしたら社長かなとはあったけど、いいよそんなことは気に入ったのは分かったから、それもね、思ったのよ、その大神バンディさんさ、そのさ、なんか紬さんがさ、なんかバンディさんも大変そうで現場に私しか出ないんですよって言ったじゃないですか、バニーさんさ、いつも CM でさ、いつもアイドリーセブンがご迷惑をおかけして申し訳ございませんって言うだけの人になっちゃってるからさ、もうちょっとデマ上げてもいいそうね、でも本当営業めちゃくちゃ優秀だよな、でめちゃめちゃ仕事持ってきてるもんな、レビューで冠決まったんだから一回は、めちゃくちゃ仕事持ってきてるから、まあ、しょうがないのかもしれないですけど、うん、バンダイナムコさんのコンテンツは現場担当の人が少なすぎるんですよ、ね、あの、アイマスの時もそうだったよね、あの人数に対してマネージャー一人みたいなんだよ、もうちょい倍ね、雇ってもいい気がするけどな、でもだからこそなんか、なんかしっかりしてね、なんかやってる気がするけどね、しちゃうけどね、こっちからあんだけやったら頑張るしかないんで、部活と一緒で、やるしかねえな、こっちは固まるわな、ちょっとアイドリステムだけだからまだいいけど、うん、他のちっちゃいユニットデビューしたら回んねえだろ、もうね、やつはガキだぜっつって、そうだね、同時に3組ぐらい進行されたらね、もう今だいぶ手一杯でちょっと空いてないもんな、現場ついてきませんっつってんだから、ヤマトさんだって別に仕切るほど大人じゃないしさ、まあ確かに凪くんは言われたなあ、あのお子は意外だな、うん、君かいって思ってるのね、いやー、そういう存在だわと思って、ただのね、ボケてる外人じゃないか、隠してる外人じゃないんだ、なんかまだ隠してるとかあるのかな、それとも本当にあの面白外人なのかなっていうのはね、もっと別角度の闇っていうか謎かと思ったら、うん、あ、そういうやつか、超人系なんだっていうね、そうですね、確かに、だからなんか、ね、もう分かんないけどね、あのそうね、勝手な、ね、勝手なそうそう、あれ伏線じゃないかもしれないから ね、 ねめちゃくちゃ怒ってるじゃんただ怒ってるね、みんな、うん、
こうね、なぎくん闇あるのってこうね、ファンの他の人に聞いた時に、うん、いやー、闇はないっすけどみたいな、なんか言わないんだと思ってたけど我々あれが隠し事だったら闇ではないね。で我々がその公開収録のそのアイドル7を詳しいお客さんとかにそこら辺聞いてもみんなおーってぼかすのは、うん、あのそういうことなんだな、察してくれて隠し事あるって聞き方すればまだね、こんなやつが闇やめて聞いてたからね、そちらもね、闇ではないっていうのは確かに、もしそうだとしたら優しいよね、ネタバレ下げてうーんって思うんですよ。いやでもそう、僕ね、この前アイドルステップについてちょっと調べた時に、なぎさんの紹介文で、うん、3章になっても未だ深謎の深いなぎくんですがって書いてあるの見ちゃって、あ、謎深いんだまだって、まだまだあるぞと。じゃあ、まあ、謎を深そうなんだ、そうね、じゃあ分かんない、出世とかもはそう、じゃあ未だにきっとみんな誰も分かってないんだろ、ね、逆に全部は分かってない、全部は、ね、確かに確かに、アニメが好きな変なハーフってことくらいしかみんな知らないのかなっていう、そのなんかよくわかんないけどいろいろできそうみたいなキャラなんだろうなっていうのはね、秀才キャラ優秀なんだね、バカに言えて感じはするもんね。実はすごいあれかもしれない、一回実勢を風靡した人が顔を変えて戻ってきてるとかそういう設定も別に驚かない、ね、そういうの実は向こうでよっぽどです、うん、実は40歳ですとかね、それは子役で一回あのってなってるね、すげえ超天才ややこしい設定、まあそうね、デビューしてね、その仮面番組なくなったのも誰かに邪魔されているのか、なんとしようでは結局どうなるのか、奪われたままなのか、あの空白以上見たかったのよ、あのイベント、説明されてないところ、結局なんか、まあ、なんやかんやでデビューできましたなって始まっちゃったけどさ、あのライブだけカチカチの、あのファンの、そうそうそう、後が見たかったの、ファンの反応も気になるしさ、そう、いつもリビングで応援してる女の子はどう思ってるの、ね、そうショックじゃんね、本当に被ってるとかそういうな、どうすんだろう、バレて公表されてなんかあるのかな、メディアも絶対取り上げんじゃん、どっちかがパクったみたいな、それもさせないようにじゃなくレビューしますって力で、あ、カットされてんだって、向こうの力で抑えちゃってるのかな、まあ、潰すんだってこっちを敵にして潰すじゃないと思ってたのに、軽く話したいとかだと、うん、社長あたりの判断で戦うのはしんどいからもうあえて戦わないっていう判断をした、うん、こっちは引くしかないけど、向こうが、うん、向こう攻めようによったらお前らパクったなって言えるわけじゃん、本当はパクってるのに、だからまあそれ言わせないようにもう何もしないっていう、逆に、まあ、100引く100引く100を置いたっていう、うん、向こうが引くならもう向こうも、まあね、まあ、戦ったところで分敵証拠はあれだしな、そうなんだよね、そうだね、休みに入ってるから物的証拠もしかしたら残せるかもしれない、全然勝てそうだけどね、調査して弁護士立ててとかもう全部金かかりますし、うん、時間もかかるし、それだったらまだパワーが強いからなんかどっかでねじれてもねっていうのも社長の考えなんだろうね、社長、そう、 今がタイミングだからそこで時間使って暇もないっていう、うん、あとは安心したのはライブのツアー会場がなんか中野サンプラザぐらいの広さだったから安心したなっていう、ちょうどいいやっぱ学んでますね、ね、よかった、ね、ドームとかでやってなくて、ね、一回やったでしょってそのパターンって、うん、そうそうそう、そんな人気ないでしょみたいなまだ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 アイドルの登竜門的な聖地の、うん、ちょうどいいとこっていう、まずはね、そのすごい、また四角い箱だみたいな、ホールっていうところだみたいなね、よかった、でも分かんないよ、もしかしたらリビングで応援してる女の子はなんでサンプラザなんだよ、パシフィコ使えよ、パシフィコ取れねえだろ、課題評価してるなって、頑張れ取れるよって、うまんねえんだよ、ライブビューイングやれよっつって全国130件やれよ、頑張って休んで携帯から絶対退去しとけよそれぐらいやったら取れるよきっと、ね、確かにぐらいいいんじゃない、絶対頑張る場所でね、ねえ、ですかね、はい、まあ来週も楽しみですね、というわけで、じゃあドリッシュセブンの感想でした、チャンネル登録とコメントよろしくお願いします。